テリー土屋の車の話始まりました。土屋さん、いよいよですね。もうたまにはこういうさ、いやいいですね、サーキットでロケいいですね。いやいいですね、はい、今回私たち茂原ツインサーキットにやってきております、はい、気持ちがいいですね。いいね、はい、そして今日は何なんですか。そうなんです、なんでここにいるかというと、小庭さんよろしくお願いいたします。そうなんでございます、スーパー GT 公式面団長の小庭でございます。よろしくお願いいたします。前回ですね、ザ峠の大会皆さんやらせていただいたじゃないですか、はい、いい勝負でしたね、はい、あのゲームはまさに土屋さんが監修をされている、まあ、ゲームでございますけれども、はい、今回はここ茂原サーキットで実際にその車のバトルをやろうということになっております。これはすごいね。楽しい。これはゲームも ルールはですね、まあ、お一人ずつ走っていただいてタイムアタック、うん、なるほど、はい、イニシャル D 形式ではないんだ。そうなんです、そうなんですよ。あ、タイムアタックね。タイムアタックでいきますんで、あ、じゃあゲームで負けたやつはここでリベンジだ。あ、それそうなんです、ね、そういう感じになりますから、なんか組長対射程みたいな、はい、射程をやらせていただきます。ちょっとじゃあ意気込み聞いてください。そうですね、お願いします。じゃあ組長から、はい、組長からじゃあ組長意気込み。組長じゃないです、何ですよ組長って言ったら。佐藤さん、三馬さんです。いや、もうあの、はい、前回も勝ってますんで今日も潰します。潰します。マジでブレイキングダウンですね。では続いてミキさんは、だからミキちゃんが藤原匠海になれるかどうか、はいはい、そうですね、ちょっと前回こうちょっと通り過ぎちゃったって言ってましたから、ね、はいはいはい、前回僕の中藤原匠海が通り過ぎちゃったんですけども、はい、今回ちょっと振り向いてもらえるぐらいまでいけたらいいかな。いやいやそんな感じで思ってます。振り向いて、いやいやいや、勝ってもらいましょうよ。はい、頑張ります。ミキさんはいつも前半が弱いんですよ、後半力出すんで、今回はもう前半からつかみを OK と、なるほど、やってほしいですよね。はい、頑張ります。どうどう、その辺は今相当遺産が上がってます、これ。だいぶそれ感じされてますね。普段から86乗ってんだから。そうですよね、はい、今日もね86でね、ここまで来てますから、東京から、はい、これで負けたらもう格好つかないよ。いや、そうですよ、藤原匠海がうさぎ飛びするんですよ。そうですよ、それはまずいですよね。うさぎ飛びやりますからね、はい、これはもう三馬さんに忖度してもらうしかないです、はい、俺忖度する気はないですよね。ないです。ないですよね。ないです。2連勝飾りたいと。はい。なるほど。分かりました。はい、まずはですね、まあ、皆様こちら使う車なんですけれども、はい、トヨタの86でございます。はい。なので全員86を使っていただきます。それはいいですよね。そうなんです。いいよね、いい。はい。それはいい。で、互いにコースを一周走って速い方がとにかく勝利と。はい。一周だけなんで。いいじゃん。じゃあこれが結構ほら温度もちょっと下がってきたりとか。そういうちょっと ね先行後行であるね、うん、すみません、2人とも走ったことないんですか、こうあるんですか、ここですか、ええ、ここは先ほど2周ぐらい、あ、じゃあいいですね、はい、じゃあある程度掴んでますね。いや、全然掴んでないです。僕レベルはもう2周じゃどうにもなんないです。いやいやいや、もう藤原匠海に見えないですよ、どん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 見えなくなっちゃう。樹君に見えてきた。そっちに近い。俺の巣はそっちに近いです。三輪さんはどうですか、ここちょっと走りました。いやいや、もう難しいコースだなって、はいはいはい、どういうふうに難しいんですか。え、あのタイトなんで、うん、もうなんかこうすぐにもうカーブが来るんで、うん、そうなんだよね、うん、土屋さん、実際このあのコースっていうのはどういうところが注意ポイントですか。いや、1コーナーが割といいスピードで入ってったと思ったら、うん、2コーナーが左のヘアピンなんですよ、うん、これは難しいですよ、うん、あとインフィールドもね、はい、結構難しい。どれ辺をチェックしていけばいいですか。やっぱり1コーナーの飛び込みから2コーナーのヘアピン、うん、で真ん中にある試験員、はい、その処理をどうやってね、うん、回転を落としたまんま行くのか、回転を落としたけどすぐ上げるのか、うん、その辺のアクセルの入れ方ですよね、うん、なるほど、まあ、見てみましょう。そうですね、楽しみですね。では最初に、まあ、先攻後攻のじゃんけんをちょっとしていただこうかな。これ勝った方が先攻か後攻か選べるんですか。選べる、ね、なるほど、はい、これはどっち行くんだろう、ね、後攻の方が絶対有利だから、まあ、言っちゃダメだよ。何言ってんの。優しい優しい。タイヤが温まるんだよ。タイヤのですね、まあ、グリップ力大きい声で言うじゃあそういうことで、まあ、とりあえずじゃんけんしてください。じゃんけん、じゃんけん、はい。だからその顔をやめてください。最初はグー、じゃんけんぽい。さあ先攻後攻どちらを選びますか。やっぱりねえ、
先輩より先に何かやるってのは失礼なので、あ、なるほどね、美馬さんに先に行っていただこう。決まり、忖度もねえのか。丸吉さん、行きます。では、美馬さん最初に先行お願いいたします。はい、お願いします。では準備に入ってください。はい、よろしくお願いします。本当についてる、もういった。まずは一周アウトラップ、はい、アウトラップをして、はい、で、その一周が終わってから計測します。最終コーナーから、そう、はい、計測です。アウトラップっていうのはピットアウトしたそうピットということですね。ピットアウトしてるときにタイヤをどれだけ温めて最終コーナーまで来れるかです。そうですね。タイヤ温めるとゴム本来の性能が発揮される、グリップが出る、はい、で冷えてるうちだとタイヤが動かないから、かもうプラスチックみたいに硬くて、これ今コース取りどうでしょうか。コース取りはまあ普通はまあ、やっぱサーキット走ってるから美馬ちゃんはさ、ライン取りとしては間違ってはいない。間違ってない、うん、ただタイヤをもうちょっと、あ、ここから来始めましたね。温めたね、今ね、一回ライン取りするのが温める、そうそうそう、こするって感じですか。こするっていうかね、ウェービングでこう動かしてやる、タイヤを。ここがすごい難しい、ね、ここですね、ここの、はい、部屋、ここ難しいよね。まだ、この次の試験もこれも難しいよ、はい、これ。あと、土屋さん、この遠赤の使い方も非常に重要になってきますよ。そうそうそう、だからあんたがね、ここから全開、全開、はい、全開。さあ、ここから全開で入っていきます。まずは、いったうわー、来ました。さあ、最初のストレート、まずは入りはどうでしょう。土屋さん、どうですかね。丁寧に行きましたね。はい、ですね、ちょっとそうですね、丁寧に行ってるよ。いや、お、いいぞ。やめて、なんかやってあ、すげえ乗ってく。あ、さあ、この遠赤の乗り方、うまい、うまい、うまい。あれ、4脱あれ、4脱の場合はこれ見なかったことに普通の原点です、ね、タイムが計測されません。そうですね、普通の原点だけど、あら、いい、これは面白いからいい、はい、あの、土屋さんが言ってるんで OK です。そうそうそう、OK、あそこ4脱ありなんだ。全然ある。 OK、 OK。 あ、さあ、最終コーナー行くぞ。さあ、この最終コーナー回って、ここ結構勇気いりますね。いるいる、ね、ここは結構いっぱいに使った方がいいです。さあ、端っこまで行って、はいはいはい、さあ、通過していきました。何秒だ。うわ、見てんの楽しい。タイムは、はい、では、タイム発表させていただきます。タイムはこちらでございます。57秒155。これが基準タイム。はい、これはかなり良くないですか。まあ、まあまあいいですよ。いいですよね。まあまあいいですよ。うん、さあ、この57秒155に対して、はい、ミキちゃんがどう出るか。はい。美馬さん、はい、どうでした？突っ込みすぎました。ね。どこ突っ込みました？そこの、S 字のところです。ああ、はい。S 字のところです。ちょっと、かなり、はみ出しました。まあ、4脱はしてたけど、いい走りだったよ。本当ですね。ありがとうございます。使ってるところもありがとうございます。さあ、それじゃあ、続いて、はい、ミキさん。はい、お願いします。頑張れ。いや、ここは美馬さんと一緒で大事に行きましたね。あ、ここアクセル入れました。あ、落としすぎだな。落としすぎ、うん、スピード落としすぎ。落としすぎですか。さあ、この遠赤ですが、ここはまあまあね、まあまあ、さあ、しっかり残りました。さあ、ヘアピン、お、まあまあいいぞ。まあまあいいです。繋げていきますね、次のヘアピンに向かって。ちょっとかぶる。さあ、ここの丁寧さがどういうタイム。あ、こらこら、あ、あ、突っ込みすぎ、ちょっとね、さあ、外に広がってしまった。広がっちゃったね。試験、いや、いける。さあ、最後の試験に取り戻すことができるか。もうちょっと遅いかな。いや、遅い。さあ、最終コーナー、目いっぱい使って最後のストレートに伸びることができるか。いけ。ミキさんはこれでタイムを出していきました。土屋さん、ちょっとどうでしたか、改めて。気が抜けだ。ミキちゃんは丁寧に、ね、気が抜けした。人柄だね。優しいね。優しいね。
発表行ってみたいと思います。はい、三馬さんはいくつでした？57秒155です。はい、さあそして三木さん、三木さんのタイムはこちら。頼む。59秒136。三馬選手の勝利。そうか、1秒以上か、はい、シフトミスしちゃったんですよ。 あそこで入れようとして2に落とそうとしたら、うん、4に入っちゃって、はい、それでこう、そこからペースが崩れてっちゃって、あのラインがもう読めなくなっちゃってバタバタしちゃいましたね。そのシフトが入っていれば58秒。いや、なんかすごいなんか悔しかったですね。上りだったんで少しの、ここでずっと叫んでました。確かにそうだよね。だってこれ緊張しましたよ、僕らここでのんきにさ、うん、そうそうそう、で、ね、うさぎとみたいなこと言ってますよ。またもんじゃないですよね。それはそう、それはそう。いや、悔しい。ありがとうございました。ありがとうございました。車の話、番組 YouTube では未公開映像や特別映像を公開しています。チャンネル登録お願いします。